態です。パクヒョンジュンが準備をしています。清水に代わってパクヒョンジュンの投入になります。こちらも2枚目のカード、ちょっと怪我のようですね。まあ、このまま同点でいきます。さらにプラス30分あります。水本から森崎、さあパトリック、ただここは千葉です。高木の前、チェソン軍がカット。さあ入れ替わってミキ、力のボール、石原落としてこぼれてきた。さあ中へ持っていってのシュートですが浮いてしまいました。塩谷、なんですかね。で、まあ、真ん中にパトリックいますから、両サイドの水野と柏が仕掛けているかというとそんなに大きな差はないと思うんですよね、はい。まあ、ボールの扱いとかそのチームのスタイルも含めてボール回すのはやっぱり広島の方がうまいと思いますけど、どっかで広島の選手は誰かが無理をする、またはシンプルにそこでチャンスを作っておかしくないかなっていうような感じはします。延長の前半は左にエンドが広島、そして右から左へと攻めていくのが甲府。もういいとこ入って前向ける。さあ野津田が行く、そして石原下げてシュート、青山。なお三幸ですけれども、3回戦の湘南戦では延長戦で決勝点を挙げています。ボランチに入ってマルキニョス・パラナが最終ラインの真ん中に入ったんですかね。で左に佐々木ですね。蹴るのはパクヒョンジュンです。まで運べるか。親友からです。水本、さあ野津田とのワンツー、パクヒョンジン中へ、おっと石原が行きました。ますよね、このやり方はもう全く変わらないし、誰がどのポジションやってもそつなくそれなりにこなしてますし、だから水本、パクヒョンジンから早いタイミングでのクロス、マルキーニョスパラナの対応です。そして水野、ここはホイッスルが鳴っています。まあ、失ってもおかしくないようなところで今みたいに収まるのは大きいですね。あ、ナイスボール。パクヒョンジンへ水野の対応。延長前半、残り時間は1分。森崎から縦へのボールですが、こうカットされてパトリック。さあ入れ替わったジューシーニョ、さあ中に福田が行く。パトリックを使う。逆サイドには柏もいます。コーナーキック。ジューシーニョ、もう一度三幸です。水野からパトリック、ジューシーニョ、面白い。さあ水野へ、水野から柔らかいボール。惜しかった。ナイスボール。野津田から高木、野津田、パクヒョンジン。塩谷シュートが欲しいですよね。パトリックが行きます。パトリック、水野につながった。パクヒョンジンからのボールのような感じですね。スペースがなかなかこうないので、さ
さあパクヒョンジンからのボール、このセカンドボールは拾いません、オフボールです。パトリックに対してのファールになりました。パクヒョンジンです。経過をしています。パクヒョンジンからのボール、いいとこ行った。高木落とす、かわして、あシューターブロック。チャンピオンチームとして意地もあるんでしょう。流れの中でこじ開ける。あ、森崎彩山気を利かしてますけど、まあ、とにかく点取りに行ってるっていうのに、あ、来た。さあシュートはこれは正面も、まあ、半分を過ぎました。水野が行く、中にはパトリック1枚、水野、まあ、うまくはいかなかったですけど、やっぱ交代で入った選手がああやって一人で運んでくれるのは周りは助かりますからね。運んであげられるかっていうのは大事になりますよね。こぼれ、パクヒョンジンからさあこぼれてきて高萩が入っている。セカンドボール青山拾う、縦に石原本当に走れるんですよね。石原直樹から横に出して、あ、森崎はパクヒョンジン、柔らかいボールだ、ニアでかかります。水野のクリア、このまま 1-1 で120分を終えますと PK 戦です。パクヒョンジンからまたヘッドで跳ね返される、プレッシャーかかる。松田が行きますが、水野、あとこのボール森崎から縦へ、うまく耐えます。今ボールになる、1分という延長の後半のアディショナルタイムです。どうやって仕掛けるか、広島はこのまま行けば PK 戦、ここは大事ですね。パクヒョンジンが蹴ります。もう思い切ってキーパーは山張って、もう真ん中は捨てて、かなり助走を取るようです。パクヒョンジン、なんかこれいい間ですね、これ。なあ、しっかりと決めていきます。